今日は安美錦との対戦です。昨日は変化の相撲になってしまった栃ノ心ですが、今日はどうでしょうか。今日はまっすぐ行きました。引きに最後は土俵を割ってしまいました。あ、軍配は栃ノ心です。翔太郎の軍配は栃ノ心で、安美錦が足を気にしました。完全に栃ノ心ももう土俵を割ろうかと、あっと、あ、これは安美錦また膝でしょうか。栃ノ心はもう完全に土俵を割ろうかというところで、安美錦の方が自分で崩れてしまいました。ちょっと安美錦の左の足がもう自力ではつけない感じになっています。大丈夫でしょうか。これは心配です。どこでやったんですかね。そうですね。完全にあの引きに栃ノ心が土俵を割ってしまうかなというところだったんですが、